はい、これモンドパークの横のですね、向こうパークですね、モンドパークの横、南海の駅の高架下でございます。これ前フット水見落とす足指パートナーシップ制限、これもちろんですね南出市長の肝入りですね。でこれ問題なのはですね、この箱が韓国製なんですよ。韓国製を問題してんちゃいますよ。でこれ輸入されてるんだけども、誰が輸入してるかといえばですね、もちろん南出市長のお友達が輸入をされてるということですね。ほんで、まあ、関係ないといえば関係ないか知らんけども、せっかく竹内恵織のね、方が暴力セクハラ教員がですね、中学校から、しかも泉、いえ泉南ですよ、泉南市長が、竹中市長がですね、まだ残ってんのをわざわざ南出市長が言うに行ってですね、すみませんと途中で辞めさせてくれって言うて教育長にしてますからね。私は絶対このするなということをやったんですけども、その竹内教育長も絡むような話がちょっとありましたのでお伝えしますけども、春日町近辺でですね、最近マスクが10枚程度配られまくってるって言うんですよね。ほんで誰がこれ持ってきてんのかいなと思って調べたら、竹内恵織でございますということでね、まあ、あの息子のアホの、世話はですね、竹内恵織様は春日町近辺にありますから、そこがやらなあかんのかいというようなことになっておりますね。はい、でまた新たな話聞いたんですけども、これまでは竹内暴力教員がですね、剣道をやりまくってですね、しばき上げ取ったというような、まあしばき上げただけでは熱血教員かなというふうに勘違いされる方もおられたみたいなんですけども、まあエコ兵器もひどいと。で問題なのはあのエロですよ、エロで。中学校の教員をやってましたから家庭訪問やると、その家庭訪問やった時にですね、わざわざ女性生徒ですよ、女性徒の家に家庭訪問行って、で家のタンスを開けて下着をわざわざ見たというような話も聞こえてまいりました。素晴らしい。そういったことはもちろんこれ南さん分かってたはずです。そんな、熱血教師の面だけじゃない、人はどつくわ、エコひいきはするわ、エロで家庭訪問して中学校の女の子のパンツまでですね、タンスひこじって開けてですよ、ほんでおかんがやめてくれって言うたという話ですよ。そういうようなところのものがですね、教育長に君臨をしている、そんな泉大津市を形作ってきたのが、南出市政であると。しかもまあ元までですからね、もちろんね、というようなお話ですわ。ただまあ周りの方に聞けばですね、私らは中学校の時にえらい目を負ったけども、あれが教員でおらん、現場におらん教育長でおるからこそですね、そこで新たな被害者としての女の子や男の子が出えへんだけマシちゃうんかというような話も聞こえてまいりますけども、まあとりあえずはですね、これ足指パートナーシップ宣言、これをするんやったら私は股関節をやれということを言ってます。足指足指って言うんであればですよ、職員は役場で下駄や接待履いてますよ。あれもどうやねんと。お前らそんなもん履くんやったらね、それこそはぐれ雲の世界で、もう侍みたいにですね、着流しみたいな感じで来いと。で、しかも家では彼らは履いてないでしょということです。で、これ、ここ靴見えますよね。こう旅靴みたいなね。これ旅靴のついての話なんですけども、これも認定子供園、クスノキね。クスノキの子供さんらだけには、ただであげました。で、ただであげたのをなテスト的にあげたんでしょうけども、それ税金使ってますから議員はもちろん続きます。そないなったらですね、今度は他のところの門には1450円を支払わせてですね、で草履、これはもうあちこちで使ってるやつです。泉四つだけじゃないんです。だからそれみんな使ってるからええやろということで、それを指定をしたんだけど、それ1450円ですよ。普通の靴でおればですね、300円ほどのものをわざわざ1450円のものを買わせるということをやっております。それは保護者怒りますわね。しかもですね、その後、民間にすると、公のものを民間にするということをやってんだから、それはむちゃくちゃやから、これは保護者が怒らんわけはないんだけどもね。でこのコンテナについてもう一個話しておきますけども、これ、私立会館があった林間の辺ですね、あそこを今度は天芝のようにしようとしてます。それははっきりと南出市長言うてます。でその時にまたこれを置くんです。もう一回言いますけども、これは、韓国からですね、南出市長の友人が輸入をしたものです。でその上でですね、ここへ対して、これまあお金払って貸すんやったらええんだけども、
健康のことでですね、エビデンスが認められないような東洋医学であったりとかね、いろいろあるじゃないですか。だからそういうものをやってる、広めるために、そういう人らにこれをタダで貸すっていうんですよ。これ税で作ってタダで貸すということを市民、市立会館の跡地でやりたいということを言うておるようです。もちろんそれは南出市長お友達じゃないんですかということですよね。しかもエビデンスがないもんを置きますよって言うんだから、それこそ宗教のやつでですね、手をかざせば血がきれいになるとかね、そんなとこに貸すんかと。で、昔ありましたね、紅茶キノコね、若い人知らないですね、紅茶キノコ飲んだら健康になるとかね、あれもうカビとちゃうんかいと。そういうもんに貸すと、エビデンスがないもんに税使うって言ってるんですよ。もうむちゃくちゃやないかいというね、そのむちゃくちゃの走りがこれです。もう一回言うときます。柔道整復師として言うときます。足指じゃない、やらなければならないのは股関節であって、足指はその次です。税使うんやったら優先順位間違うなという話でございました。